どうもあん、私たちシンガーのあやおです。そして森川夏樹でございます。どうぞよろしくお願いします。この夏にね、2人で何かしようっちゅって、でお互いのウクレレをね弾くわけなんですけども、大体同じレベルの、まあ、2人ということで、弾けるコードとか、はいはい、指の具合とか汗のかき具合とかかき具合とかがほぼ一緒っていうことで、じゃあ一緒に何かやろうよ、ね、う今日はすごい素敵なここスタジオにいます。なんていうところでした、ここ。ここは、京都山科にあります、うん、カフェもち音楽室っていう、ここ今スタジオの中なんですけど、外はあのカウンターがあって、うん、でちょっとその大座敷みたいなところもあって、はい、お酒飲んだりご飯食べたり、そう、もう入ってきた時からもうスパイスの匂いがね、そうで、うん、ライブもしてるね。あ、ここでライブも、もうすごいとにかく可愛いお店で、こんな可愛いお店が山科にあったんだっていうことで、ぶっ飛ばしてきましたけども、いや、とんでもないです。今日あの青で揃えてみました。青で
同じレコード会社やったじゃないですか。はいはい。その頃はね、うん、その会うこともなかった。そう、なんかもう本当に会わなかった。会わなかった。すれ違いもしないもんね。エレベーターで会うこともなかったです。なかった、うん、イベントがマイズルかなんかの時に一緒のことはあったけど、はいはい、でも会えへんかった、ね、会ってないですね、うん、それが時を経て時を経てね。ワン、アツー、ワン、ツー、スリー、ファイ。私完全に一人で突っ走ってボケたりとかするんですけど、それを全部拾って全部うまいこと処理してくれるっていう方ですね。伝説の投げ銭、投げてる投げ銭してるね、投げ銭してるっていう、投げてるってあれ未だに使ってる、使ってますよ。伝説になった。京都で伝説になった。京都で伝説を起こしました。森川夏樹です、またみんなここで歌える日が来るよ、隣に
何する？次曲決めよう。またあこれもうこの辺1回で終わったらもったいない一緒やから、うん、で今日は、多分皆様にお届けしてます3曲、あやおさんのストーリー、それから、ルージュの伝言、それからナダソーソー、これを2人でね何度か会うて全部 C、 全部 C、 キーは C、 最後 C、 C ほんで左手めっちゃ手汗かいたね。そんな感じでお届けをさせていただきましたけども、引き続き同じレベルで成長していくと思いますので、はい、一人だけ何かっていう感じではなさそうですよね。なさそうです、なさそうです、一緒に上がっていく感じ。じゃあほんまやめてや、さっき行くのとか、女子のさ、なんか大丈夫です、一緒に走ろうなみたいなやつ、うん、ほんで一人誰か裏切るっていうね。いや走っていく、一緒にだから練習しましょう。そうしよう、一緒に一緒に練習して、またちょっとだけ難易度を上げた曲をまたやってみようか、はい、やってみましょう。で、またこうして皆さんにこういう形でお届けできたらね、はい、いいですよね。そう、やっぱ見てもらわないと成長しないから、うん、で、うまくもうちょっとレベル上がってきたら、ライブをウクレレ、そうしよう。で、もしゆくゆくはウクレレだけでライブしたいわけですよ。そのバンド陣を支えるのではなく、はい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 、もうその私たちボーカリストだけれども、うん、できるんだよって、そう、こういうライブが、そうね、うん、やったできるやんっていうところをやっぱ見てもらえる、どうしよう、目標や、目標が皆さんにライブを見てもらえる日が近い将来あると思いますので、ユニット名決めなの、ユニット名ね、募集します、募集しようかユニット名、ユニット名で、あやおさんほら、ダックラバー、ラバーダック、うん、そう、ラジオもやってはったから、そう、ここダックのね、そこで夏希ちゃんが、はい、夏希ちゃんがチャラララララドンチキタンチキドンチキチキチキドン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 、そうそう、森川夏希のポップミーのアクセサリーをつけていただいてますけどもね、はい、T シャツもアヒルということで、それで、まあ、アヒルが好き、あとドラえもんが好きですよね。で、何が好き？私それ言われると全然そういうこだわりがないなと思って今ドキドキしてるんですけど、カラフルなもの、うん、とにかくカラフルで、でもやっぱりトラ、あ、トラな、トラ見がち、トラな、うん、どこ行ってもトラを見がち、トラとアヒル、うん、危ないなトラとアヒル、なんかまあ共通点何かもしあれば送ってもらいましょう。タイガーエンドダック、タイガーダックエンドタイガー、もうちょっとおしゃれな感じで私たちに合うような感じでぜひ名前を募集します。お願いします。かっこいいやつつけてください。かっこかわいいやつ、かっこかわいいやつね、そんなわけで、これを動画見ていただいてるかと思いますので、はい、ぜひ、これからなんで末永くよろしくお願いしたいと思います。名前を募集しているっていうことと、これ再生回数たくさんやっぱり見てもらって私たちのモチベーションが上がるっていうことですので、1日に3回以上、1人ね、1人1日に3回以上出たよ、必ず見る。これは投げ銭はできないシステムですかシンガーのこの2人がこんな感じで新しくユニットを組んだわけでございますので、はい、末永く応援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。